ここがその憧れの舞台だったので今そこに立ってるって思うとやっぱり嬉しいですね。しっかりそのデッキがその自分の思ったように動いてくれたっていうところもあるのでやっぱり自分と、まあ、デッキと、まあ、あとはまあチームのみんなとかをやっぱ信じながら調整とかしてって自分のこれってこれだっていうデッキを見つけて万全の状態でグランドファイナルにその挑めたらいいなって思ってます。